皇祖は、唐の、第三代皇帝。大宗の、第九子。母は、唐の名神として、名高い戦費の卓抜を出自に持つ、町村無きの妹の町村皇后である。リオサム書、リイサオヒト、大宗の晩年にあたる上岸十七年、皇太子であった、リショウイヌイは、父の長愛の厚い義をリアス氏を妬み、武力をもって、ぞこうとして失敗した。 小犬は皇太子を廃され、大も廃積された。小犬と大の母である、長孫皇后の兄の長孫無期の信言もあり、やはり、長孫皇后の子である、第九子のリ治が代わって皇太子に立てられ、大僧の死に伴い皇帝に即位した。大僧に溺愛された、異母兄の五王立友を擁立する動きが見られたため、長孫無期は豪に、無本の権威をかけて、自殺に追い込み、 一族を処刑した。六百五十四年、高宗が万年宮に行行した時、洪水が起こって夜間に、大水が玄武門を襲い、宿泳たちは皆逃げ散った。一方、雪人気は起こって、天使の気球の時に、どうして死を恐れようか、と言って門に登って、大声で叫び、宮中に警告したため、高宗は危機を逃れた。 水が、高層の神女にまで侵入していたため、高層は人気を中心と称えた。663年、白月の絵の戦いで、は、くだら移民連合軍に勝利する。666年、大山にて、白木王や和王他を従え法然を行う。668年、白木と共同して、随以来敵対関係にあった高栗を滅亡させる。こうして、 朝鮮半島のほとんどを半島に収め、安東都護府を設置、党の最大半島を獲得した。しかし、白木が党との同盟を破棄し、676年に朝鮮半島全土を統一を達成したため、ついに朝鮮半島経営を放棄した。漢民族の国家による朝鮮半島支配は、この後民の成立まで途絶する。この時期になると、 外籍の町村氏が皇后である武士の一派によって追放され、代わって武功が政治の実権を掌握するようになっていた。このため構想は武功配立を計画したが失敗する。後に単薬による中毒で難病を患い、健康を損なった皇帝の下で実権は完全に武功により掌握された。このような状況の中683年に死去した。 病気がちであった構想は、政治において主導権を発揮することはなく、最初は、外籍の町村向き、その後は、皇后の不足点に実権を握られ続けた。ありがとうございます。